夏希、私大学合格したよ。おめでとう。どこの？東京に行くことになったんだ。約束は忘れたの？約束って？覚えてない。どういうこと？本気で言ってるの？いつの約束の話をしてるの？なんで知らないふりするの？いつまでも一緒に暮らせるわけないじゃん。しょうがないよ。この近くの大学でもよかったじゃん。なんでわざわざ東京に行かなくちゃいけないの？夏希のためにいい大学決めたんだよ。今さら取り消しなんてできない。お姉ちゃんといたいのは私だけなの？また子供みたいなこと言って。もうやめよ。一体何をやめようっていうの？約束はお姉ちゃんが先にしたじゃん。ほらまた夏希がそう言うから仕方なく。仕方なく？お姉ちゃんは私のこと好きじゃないの？もうこの話はやめよ。どうして？私のこと嫌いなの？お姉ちゃん、お姉ちゃん、まるか。もしもし、お母さん？うん、元気だよ。お母さんは？そっか。え、そうなんだ。うん、もうそろそろ帰る予定。うん、そう、週末には、週末の朝には出発するかな。オムライスが食べたいな。うん、じゃあ週末に。うん、じゃあね。もしもし、お母さん、どうしたの？姉が家を出た。数日前に姉と争うことになったが、姉が話さずに引っ越した。今日の天気も私の心のように曇っている。とても悲しくて、今日はお姉ちゃんの部屋で寝る。もうお姉ちゃんに会いたくなった。でも私はお姉ちゃんのために応援するよ。お母さんが、お姉ちゃんが大学に行っても家に帰ってくるって言ってたって。お姉ちゃんが早く家に帰ってきてほしい。お姉ちゃん大
学生活が終わって、姉がついに家に来ると言った。1年ぶりか。今までとても会いたかったが、ついに会うことになる。さっきお母さんから聞いたので、今日の日記は少し早く書くようになった。姉が家に久しぶりに来るので、姉のためにパーティーを準備するつもりだ。それでパーティーグッズを買いに行く予定。綺麗なカードにメッセージも書かないと。楽しみ。前にただ怒れたみたいで申し訳なかったけど、姉が家に帰ったら言うこともよく聞いて、綺麗な写真もたくさん撮ってあげないと。お姉ちゃんに会いたい。早く来て。3年経ったんだね。姉ちゃん、あの約束覚えてる？うん、覚えてるよ。あの時お姉ちゃんが約束を知らないふりしたから、お姉ちゃんがすごく憎かった。お姉ちゃん、すっごく会いたかったよ。あの時はごめん。うん、私もごめんね。元気だった？うん、元気だったよ。夏希は元気だった？うん、私も元気だったよ。ねえお姉ちゃん。何？私がお姉ちゃんを憎んだよ。お姉ちゃんも私が憎いの？いや。ねえ、私のこと好き？大好きだよ。私の妹に生まれてきてくれてありがとう。夏希が妹で本当に幸せだった。本当にありがとう。大好きだよ夏希。ありがとう。ありがとう。